油なんですね。あ、消えちゃった。ちょっと足りなかった。これね、垂れてくるんですよ、油がこたって。互い違いにこうやってこう間に入るからね、こうやって。でこれに来る前に、さっき針切りとかこの葉っぱとか、あとはカエデの種類とかはちょっとこう切り込みが深くなってますよね。だから一みたいな木からちょっとこんな風になって、こんな風になってって言って、一番効率いいと今言われてるのはこういうマメ科の偽赤ちゃんとか、そうですよね、7科までもそうですよね、っていう風になっているんだよって僕も先生から聞きました。生存戦略。